はい、皆さんこんにちは、ワナルギルピーです。では今回はギレンの野望ジオンの系ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回までにオデッサの攻略完了して第1次降下作戦を終了しています。今回から第2次降下作戦ということで、北米大陸ニューヨークとカリフォルニアに攻撃を仕掛けていきたいと思います。では早速作戦を発動していきましょう。はい、では早速ですね、北米大陸の方に部隊を動かしていきましょう。この後陸戦タイプのモビルスーツザク2の J 型もね投入予定なんですけども、そこには少し、時間がかかるというのもありますので、まずは既存の部隊を中心に送り込んでいきましょうか。いわゆるアメリカの西海岸と東海岸両方を同時に攻略しようというね、そういう作戦になります。 HLV も一応移動だけさせておきましょう。移動適性が合わないになっちゃうんだ。 HLV はじゃあもうこっから打ち上げる以外の選択肢はきっとないんだな。さあまずはカリフォルニアですが、部隊数が思ったより多いかな。ここにいるのが何かホバートラックだとは思います。あとはどうなんでしょうね、いくつか HLV があるのでこれも倒さないといけないのか、倒さなくても HLV 程度であれば問題ないのかっていうね、そこの確認はしていきたいと思います。やっぱりザク2の J 型欲しいですよね。あとカリフォルニアにはシャア含めモビルスーツが7機しかいないというのもちょっと心配の種ではあります。うわ、カリフォルニア多いな、敵の部隊数が多すぎる。これは先にニューヨーク攻撃した方が良かったのかな。敵の部隊数確認して入ってくれば良かったですね。ミレアがいて、さらにセーバーフィッシュ、トリアエーズはいないかな、61機戦車、この辺りがうようよいる感じですね。全拠点の制圧っていう戦い方よりかは全滅の方がまだやりやすいのかな。いずれにしてもこの山岳地帯を抜けるのにそれだけで時間がかかりそうですね。となるとどうなんでしょうね、ユニットを生産して北米に下ろすっていうやり方の方がなんかしっくりきそうな、戦いやすそうな、そんな気配はちょっとしますが、あとはシャにかけますか。ここはじゃあのらりくらりと進撃していきましょう。で、そうこうしてるうちにニューヨークの攻略ができれば、ニューヨークから部隊をね、送り込んでもいいのかなと思います。続いてニューヤークの方も見ておきましょうか。ここも数が多いとね、第二次降下作戦が、遅々として進まないということにもなりかねないですが、ざっと見る限りは多いというわけではなさそうですね。ニューヨークの方が攻撃、攻略すんなりいきそうかなと思います。できればね、早くここでも拠点を確保して生産を開始したいなというふうに思っているところではあるので、ぐんぐんと前に出ていきましょう。それにはザクスの追加方がね、やっぱり欠かせないところになるので、ニューヨーク攻略してザク2の J 型量産したいと思います。続いて、ルナ2の手前宇宙の2という領域に対してね、攻撃かけていますので、ここを取ってしまいましょう。ここを取れればルナ2に連邦軍を封じ込めることができるので、戦力をね、配備する場所を限定できるという大きなメリット出てきますので、ここの攻略は進めていきます。これで宇宙2の確保が成功しました。宇宙での戦いはかなり順調ですね。ザクも生産はしてあるので、戦力的にはね、さらにザクをルナ2封じ込め作戦と、あと地球上空、ここにね配備を進めていきたいと思います。地上がねちょっと苦戦なので、陸戦タイプがやっぱり欲しいですね。早速確認しましょう。これは土台かなと思うんですけどね。
あとそうそう、まあ、新松永とかジョニー・ライデンとかの専用機、これもね、開発としては完了しています。新しい開発プランもせっかくなので確認をしていきましょう。あ、水中戦しようか。これズゴック出るまでザクマリンがいるかどうかですね。あとマゼラトップだな。これはちょっと欲しいかな。あとは無彩海かな。まあ、無彩海はともかく他はお金ちょっとね使ってでも開発をしていった方が良さそうですね。まあ、水中専用はやっぱりズーゴック、陸専用はドムまでね、頑張って開発は進めていきたいなというふうに思っています。あとはこのザクマリンがズゴックを生産するのに必要かどうかっていうところですかね。そこが分かってないので、ま、生産するかと思うどうかは別にして一応開発だけは行っておきましょう。水中戦士用のザクですね。こんな形でだいぶ封じ込めはできましたね。モビルスーツもさらに生産したものがあるのでこれを前線に移動させておきます。生産についてはオデッサで生産を行って、周辺をねさらに制圧していきましょう。モビルスーツとしてはどうだろうな、ジョニー・ライデン機とかはまあ専用機として彼らに乗ってもらいたいなという思いがあるので、まあここは数を揃える意味でドップ、土台、このあたり作っておきましょうか。で、次のターンでおそらくですね、ザクスの J 型完了すると思うので、それを使っていきたいと思います。で、地上、まあ、つまり、北米カリフォルニアになりますけども、これの攻略、なかなか時間かかって難しそうなので、ここはですね、思い切ってガトーとか、3連星、それにジョニー・ライデンなんかを一度宇宙に戻してですね、そこから北米に降下してもらうっていう作戦をちょっと考えたいと思います。それくらいちょっと大胆なね作戦を考えないとちょっとうまくはまらないかなと思いますので、でそこでできればジョニー・ライデン専用機に、ジョニー・ライデンに乗って乗り換えてもらう、その上で、北米大陸に再降下、再突入というのがね、綺麗な形になるかなと思うので、まあ、そのプランを考えていきたいと思います。でオデッサの方は一旦、周辺の守りを固めて、その間にマゼラトップとザクスの J 型、これの生産を、量産体制にして周辺にね一気に進行線を仕掛けていくという作戦を考えます。なのでカリフォルニアに関しては攻略のための足がかりをねしっかり作っておきましょう。この後入ってくる部隊のための足がかりというのを作っておきます。ここはねまあしっかりと押し引きをしながらポイントというか経験値というかそういったものをね稼がせてもらいたいと思います。敵が引いたらこっちが押す、押してきたら引くということで、モビルスーツが撃破されないようにうまくねコントロールしながら敵を減らしてジョニー・ライデンたちがやってくるのを待ちます。ニューヨークの方はできればこのターンで、遅くとも次のターンで制圧占領を完了させて、北米での生産体制を整えていきましょう。まあ、ニューヨークは昔一度行きましたね。新婚旅行かなんかだったんで、もう7、8年前、7年ぐらい前ですかね。まあ、今はね、もう海外旅行行けるようだ。女性ではないですけど、またねあの時が来たら海外旅行も行きたいですけどね。ここはランバラル隊とガルマもいるので
まあ、無難にね、攻略は進められそうですが、あとは残りのこのねフェーズ数というか、5フェーズ以内に倒さなきゃいけないという中で残りの部隊を削り切れるかどうかですね。このランバラルも設定では35歳とかなんかそういう設定だというのを、まあ、教えていただきましたけど、僕より年下だとは思えない圧倒的な貫禄がありますよね。何なんでしょうね、このランバラールが35歳。ランバラールってどう見ても初老のようにしか見えないんですけどね。まあ、それでもね、もう設定上ではそういう設定ですからね。ちょっとこの中では削りきれない、ターンとしては持ち越しになってしまうかな。数としては残っちゃいそうですね。ここもできればね、もう完全に削り切って、次のヘクスにいる部隊を対象に次のね攻撃仕掛けていきたかったところですけど、このターンでの攻略は難しそうですね。ん？倒せそうだな。ここはいけるぞ。仕留めてしまえるならここで終わらせましょうか。デミトリーがちょっとダメージ受けてるので隊列を念のため変更しておきます。というか攻撃仕掛けない方がむしろいいかなぐらいの感じもするな。でガルマがもうエネルギー切れ起こしてますね、そもそも。なのでガルマは攻撃できないので、まあ、奇数が3機スタックさせてますけど、実質2機スタック3スタックですかね。まあ、エネルギーを補充しながら戦うのがね一番ベストですよね。これでニューヨークを取れたので、ニューヨークを生産拠点にしていきましょう。ザク2の J 型、これは受領していきましょうか。ザク2の J 型とねマザラトップ、あとはドップですね、これをバランスよく、まあ、生産のラインに乗せていきたいと思います。できればズゴックドムまではね、チャカチャカと進めていきたいので、お金、まあ、手に入れるという意味でもできるだけ早く、周辺の拠点の制圧を進めていければいいのかなと思います。あとデザートザク砂漠戦仕様のものですね。アフリカ戦線ではすごく戦いやすくなるのかなと思います。あとはマゼラトップ作ったので、マゼラトップをね、持った支援タイプのザク、これもどうだろう、武装変更で作れるようになるんですかね。まあ、ザクキャノンもあったらあったでね、本当に支援用としては使いやすいのかなと思うんですけどね。ここはただお金はズゴックとドムのために研究資金に投入していきます。ではニューヨークでの生産を行いましょう。ザク2の J 型ですね、まずは。これで、まあ、だいぶ地上での戦いがね、やりやすくなるのかなという期待もありますし、あとはうまくね、土台と組み合わせて空中、水中、まあ、そういうね移動もスムーズに行っていきましょう。それはオデッサでも同じですね。まずはザクスの J 型作っていきます。で再びカリフォルニアの戦線に戻ってきましたが、カリフォルニアに関してはこの後ですね、オデッサから宇宙に戻った部隊をアメリカ北米に突入させて戦おうと思ってますので、ここに再びですね大部隊をカリフォルニアに送り込める環境が整うのかなというふうに思っています。でジョニー・ライデンに関してはジョニー・ライデン専用機、これを受領してから突入させたいのかなと思うので、順番をねしっかり考えながら突入させていきましょう。しばらく敵が引っ込んでいるので、その間をこっちからでちょっとずつ前に出て、敵がバッと前に出てきたら下がる、これを繰り返します。
さあ敵が前に出てきたところで、次のターン始まったら引いていきましょう。シャアも半分ぐらいまで削られてしまってますので、まあ、そういうところはちゃんとダメージ回避をするためにモビルスーツを失わないように戻っていきます。攻略戦を開始します。で今度はロシアの方に今進出してきました。これはですね、オデッサから部隊をね、出した形になります。ちょっとモビルスーツ、アポリー、シャア、この辺りダメージを負ってしまっているので、一度拠点に撤退しましょう。確実に撤退するために、隊列もね、しっかり入れ替えて、しんがりは一番パワーが残っているロベルトの部隊に任せて、拠点まで戻ります。で北米大陸には3連星なんかもね今突入させましたので、このあとここにね増援を出してカリフォルニアなんとか取りましょう。結構敵の部隊がね思ったより多くて簡単にはいかなかったなっていうね印象がありますけどね。航空機は、まあ、ドップですけど、そのまま索敵ができるので使い道は結構ありそうですね。単なるザクとかだとね、指揮官機とかを除いて索敵能力がないので、まあ、索敵してから攻撃を当てるっていう意味では、まあ、ドップをうまく使って、しっかり索敵してから、まあ、モビルスーツ、まあ、ザクとかで攻撃を当てていくっていう、まあそれがね一番効率いいのかなと今戦っていて思いました。今補給線切られちゃってるので、この補給線をなんとか回復させようというところですね。で、ドダイとザク2の陸戦型、まあ、J 型ですね、これの数が揃ってくると戦いやすさがさらに増すかなと思うんですけど、数がちょっとまだまだね、具体的な戦力として計算できるほどに揃っていないので、生産はしばらくドダイとザク2の J 型、それにちょこちょことトップとマザラトップをね、作っていってバランスを取っていければいいのかなと思います。カリフォルニアがまだ取れてないっていうこの状況は続いてるんですけど、カリフォルニアが取れると北米での生産が一気に良くなるので、カナダ方面に進出をするというのが一つと、あとは、メキシコまで進出してそこで敵を食い止めるということで、北米のね盤石な占領が可能になってくるのかなと思ってます。開発プランですが、5億勢力両用10モビルスーツ5億が、開発完了しているので生産できるようになりました。これズゴックまではただね、あまり作らずにズゴックを待ちたいと思います。ロシアの方もちょっと今激戦になってますね。もたもたしてる間に敵が増援を送ってきているので、こちらもオデッサから増援を出して激戦になりつつあります。ここで戦力あまり消耗したくなかったんですけどね、できればねこのロシアからさらに、ま、フランスとかスペインとかあの辺りまで勢力圏内に収めて、その後ベルファスト、オマドラス、ベギンといったところの、ね、攻略につなげていきたいなと思ってたんですけども、どうやらこのロシアで今大苦戦中です。でさらにカリフォルニアがまだ攻略できていないという、ね、状況になってきてますので、まあ、今カリフォルニアの攻略に全力を注いでいるというところで、まあ、ジョニー・ライデンとかランバラール隊こういったところを、ね、今派遣しているところです。まあ、ひたすらここはもみ合いになりそうですね。ロシアでもみ合いしている間になんとか戦力をオデッサで生産して、兵力をね蓄えて上回っていくっていう戦い方、これがまあ一つ活路として考えられる戦い方になるかなと思うんですけど、それにしたって勢力がここまで広がらないとお金や資源が持つのかなっていうね心配ありますね。ここもちょっと囲まれてるからな、ドダイとザク2ですけど撃破されないようにちょっと気をつけたいですね。ドダイとザク2がやられた。しかもヤザンか、またね
補給路を立ってきてますしね。コンピューターも、まあ、バカじゃないというか頭がいいというか、まあ、ちゃんと考えて行動してきている感は、これを見るとやっぱりあるのかなって感じますけど、まあ、ちょっとでもいいので削りに入りますか。まあ、ヤザンと戦うのはちょっと嫌ですけどね。このまま行くとザク2が撃破されてしまうかな。いや、このロシア本当にきつくなってきてる。ここが取れないどころか送り込んだ部隊が全滅するっていうことになると、ちょっと攻略がだいぶ遅くなってしまいそうですね。撤退もちょっと視野に入れざるを得ないな。部隊数20まで膨れ上がってますからね。次のターンでオデッサからどれくらい部隊を送り込めるかわからないですが、まあ、ちょっと救援は難しいのかなとは思うので、まあ、なんとか、1機でも2機でも残ってくれればそれらを助けるっていう名目で、増援をね出していきましょう。救援部隊を。ついにギャロップが生産できそうですね。これでどうだろう、陸上での拠点としてモビルスーツのエネルギーの補給とかができるのかなと思うので、輸送機含めてちょっとね生産を考えたいですね。特に今欲しいのがギャロップかな。エネルギーをね回復するのにどうしても拠点で回復しなきゃいけないっていう状態になってるので、それがあんまりいい方向に今働いてないのかなと思うんですよね。さあ、まとまった数入れました。まあ、特に土台をね J 型と合体させたりもしたので、戦力的にもそして、移動力的にもねちょっと期待ができるかなという状態になりましたね。もうこれ以上もたもたしてる時間もないというのもありますので進んでいきましょう。先行してるロベルトがいるので、あそこでね少しは移動のための時間の削減にはなるのかなと思います。いや J 型足がめっちゃ速くなってんな。ここまで J 型が有能だとちょっと他の機体使う気にならないっていうぐらい陸上での移動力がもうまさに雲泥の差が出てますね。ジョニー・ライデンの専用機ですら足が遅く感じる。赤い彗星のシャアだな。俺の名は知っているな。ああ、赤い稲妻、ジョニー・ライデンだな。知っているなら話は早い。俺とお前、どっちに赤い色がふさわしいか勝負だ。なんてな。この時のジョニー・ライデンの階級なんでしょうね。シャアは少佐だと思うんですけど、ジョニー・ライデンはまだ左官になってなかったんじゃないかな。こちらこそよろしく頼む。見れるんだったらちょっと見ましょうか。ジョニー・ライデン、階級、タイですね。ガトーも土台部隊で進撃しましょう。どうなんだろうな、 J 型足が速いからあえて土台に乗せる必要あるのかなってちょっと思っちゃいますね。水中の面とかがあるときはね、もちろん土台に乗ってないと水中に出れないというのはありますけど、陸上で戦う場合にはなんか土台が不要なようなそんな気すらしますね。カリフォルニアに関してはようやく戦力5部に持ってきたところなので、ここから攻勢を仕掛けていきます。攻撃を仕掛けるときは一気に攻撃仕掛けて敵の数を減らしていきたいので、まずは部隊を前進させることに集中して、整ったらそこで一気に攻撃していきましょうか。アポリーなんかはちょっと回復させないと動かしづらい状態ですね、今ね。ロシアでモビルスーツを無駄にだいぶ失ってしまったというのもありますから、ここはモビルスーツの節約を最優先に考えていきましょう。
ザク2の J 型になんか3連星とかもねちょっと乗り換えていった方がいいかもしれないな。ザク1にまだ3連星とか一部のね、舞台パイロット乗ってますけど、これを J 型に乗り換えていった方がなんか効率が圧倒的にいい気がしますね。ランバラール短期のところに敵が攻撃か、攻撃しやすいところにしてきますよね。だからそういう意味だとジオンのゲーフの CPU AI は本当バカじゃないなっていうのがここからもよくわかりますね。索敵をしっかりして、そっから一気に攻撃を仕掛けていきましょう。マチルダさんがいるな、ここにはね。マチルダさん前に倒しましたけどもう復活してるね。シャアもちょっとダメージ残ってますけども突入していきます。3連星がねまだザクワンなんで、これザクワン、まあ3連星仕様のものではありますけども廃棄してザク2の J 型作ってそれに乗ってもらいましょうか。しかしではここから一気に攻略進めていきます。いや、カリフォルニアは敵も増援を食ってきて、なかなか落とせない、激戦の状態が続いていますね。まあ、とはいえ、ここであんまり時間かけて、ね、いるというわけにもいかないので、やっぱりそろそろね、決着をつけていきたいところなんですけどね。HLV もどうなんだろう、破壊しないと多分次に進めないのかなとは思うので、 HLV の破壊も進めていきましょう。ザク2の C 型、まあまあザク1もそうですけど足が遅すぎてちょっとなかなか使い道がない、使い勝手が悪いっていう状態になってるんで、これをなんとかね、改善するために J 型へのマイグレーションを早めていきたいんですけど、どうも拠点がうまく取れてないっていう状態なので、資源がね不足してるっていうのが一番大きいですね。資源がある程度手に入れば宇宙でも生産して陸に地上にどんどん効果を下ろしていくっていうのもありかななんて思ってはいたんですけど、そもそも資源がパンパンになっちゃってるんで、そういうね、並列にいろんな宇宙の基地でも作って、ピストン輸送するっていう、そういう、まあ、物量に任せた戦い方がちょっとできそうにないっていうのがあるんで、ちょっと時間かかりそうですね。そうするとザク2の J 型に乗せるよりもジョニー・ライデンはやっぱりジョニー・ライデン専用機、シャアはシャア専用機に乗せた方がいいって考えると、シャアとかジョニー・ライデン、新松永みたいに専用機を持っているユニットパイロットに関しては宇宙を主戦場にしてもらったのがいいのかもしれないですね。で、地上ではねザク2の J 型を使いたいので、まあ専用機が今のところ出てきていない、ガトーとかね、そういう人たちをここで、J 型に乗せて戦うっていう方がなんか効率は良さそうな感じはしますけどね。戦力の再配置というのも考えた方が良さそうです。まあ、ただそれでもやっぱりシャアは強いんで、ここにね残して、このまま使い続けたいなという思いももちろんありますけどね、ちょっとそこはもうちょっと考えましょうか。いや、このカリフォルニア本当に激戦になってね、今もう3時間ぐらいプレイしてるんですけど、未だにちょっと落とせてないんですよね。なので、ちょっと方針を変えて、全拠点制圧しての攻略っていう方向にちょっと舵を切っていこうかなと思います。このままやっててもきっとね、増援が永遠にやってきて、終わらない戦いを強いられるんじゃないかなと思うので、全拠点制圧のために残っている拠点、まあ、ここに一つあるんですけど、ここはね、南下して制圧を果たすとして、もう一つ右上の方にもここにも拠点があるので、これは土台を乗ったザクで制圧に向かいます。で、肝心の一番左上ですね、ここ敵部隊がごっそごっそと入ってくるので、ここに部隊を送り込んでいきましょう。まあ、ギレンの野望はどのシリーズでもそうなんですけど、
序盤の序盤、最序盤でどれだけ効率よく攻略を進められるかというので、その後のねゲームの難易度が全然変わってくるんですけど、ここまでちょっとギレンの野望、ジョンの系譜どう見ても良くない感じできてますね。挽回を図っていきましょう。カリフォルニアですが、ようやく全拠点制圧ができそうですね。全拠点の制圧に成功しました。ターンをだいぶ使ってしまったので、出遅れ感はね否めないですが、しっかりとカリフォルニア取りました。連邦の潜水艦を無傷で入手することに成功しました。これでカリフォルニア、ニューヨーク、それとオデッサと地球上での拠点が3つになりましたね。まあ、その裏で実はロシアの戦いもまだまだ続けてましてですね、もうここも勝利で終えていきたいところなんですが、残りの敵の部隊を考えればここで倒しきれるかな。倒しきっちゃいましょう。ちょっと死ぬやつが出てくるかもしれませんが、それでもここはもう押し込みたいので一気に攻略終わらせましょう。でロシアを取ってオデッサ周辺をさらに拡張していくというのが一つですね。はい、これで、ロシアも制圧完了です。いやもうターン数数えるの忘れるぐらい使っちゃいましたね。15ターンか。キリマンジャロに降下する戦力はもう持ってないですけどね。まあ陸路でキリマンジャロを目指すっていうのでもいいのかなとは思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。